七クマ。おめでとうございます。伊藤、ペア温泉旅行券が当たりました。どうですか、今のお気持ちは。嬉しいです。はい。この件で誰と旅行に行きたいですか。両親にプレゼントしたいです。ご両親に。立派な息子さんですね。きっとご両親も大喜びですよ。はあ、やっと解放された。なんだか疲れたな。俺の名前は沢田一馬。七熊大学に通う大学1回生だ。平凡な俺は普段注目を浴びることなんてなかったのだが、まさか福引きで一等が当たるなんて。母親からもらった福引き券を使ってみたところ、なんと一等の温泉旅行券が当たってしまったのだ。商店街を活性化させるためなんだろうけど、無駄に注目されて恥ずかしかったな。ただいま。お帰りなさい。福引きどうだった。それが当たったんだ、一等の旅行券。はあ、何言ってるの。いや本当だって。困ったわ。ティッシュがもうなかったのよ。どうせ福引きでもらえるかと思って頼まなかったのに、どうしましょう。困るのそこかよ。普通もっと喜ぶとかさ。喜ぶって、それカズマのでしょ。でも母さんにもらった福引き券だし、父さんとでも行ってきたら。私はいいのよ。だって一緒にいられるだけで幸せだから。そうっすか。カズマもずっと家でゲームばっかりなんだから、友達と旅行にでも行ってきたら。せっかく大学生になったんだし、もっと遊ばないと。勉強しろとか言わないの。もちろん勉強も大事だけど、カズマは友達と遊べるんだから、そういう時間大切にしないとダメよ。うん、そう言われてもな。俺が一緒に温泉に行きたい相手は友達じゃなかった。それはミオリいるか、入るぞ。うわ、電気くらいつけろよ。せっかく漫画化したのに読んでないじゃん。これ面白いのに。俺初めて読んだ時泣いちゃってさ。つうかお前ちゃんと飯食ってんの。ご飯あのままだったけど。ちゃんと食わないと体壊すぞ。なんか食いたいものある。そうだ、俺今日商店街の福引き当たったんだよ。それがなんと一等の温泉ペア旅行券。こういうの彼女と行けたらいいんだろうけど、いないしさ。つうか俺に彼女いないとかありえなくね、こんなにイケメンなのに。スルーされた。恥ずかしい。よかったら一緒に行かないか。放っておいて。放っておけるわけないだろ。お前は俺の妹なんだから。そうだね、ごめんね。こんな引きこもりの妹なんて恥ずかしいよね。そんなこと言ってないだろう。ごめん。とにかくもう出てったよ。やっぱりダメだったか。彼女は俺の義妹の身寄り。俺たちが小学生の頃、親同士の再婚でできた義理の妹だ。身寄りは明るく活発な性格で、俺たちは仲良しだったが、高校で友達とうまくいかなくなり、学校に行かなくなってしまった。みおりどうだった。母さん、やっぱりダメだった。旅行に誘ってみたけど断られちゃって。旅行、みおりと。うん、行ったら気分転換になるかなって。いいわねそれ。ただいま。ねえ聞いて、カズマがミオリを旅行に連れて行ってくれるって。おお、さすが俺の息子、頼りになるな。頑張れよ。待ってよ、ちょっと無責任すぎない。ごめんね、私たちではミオリをどうにもできないから。俺たちには口も聞いてくれないけど、カズマには答えてくれるから。
お前しかいないんだ。情けないけど頼むよ。わかったよ。こうして本人抜きで俺とミオリとの旅行は決定したのだが、ミオリ、おはよう。旅行に行くぞ。だから行かないって。そんなの困る。俺彼女いるって友達に見え張って嘘ついちゃって、そんで温泉旅行当たったこと話したら彼女と行くんだよなって言われちゃってさ。ミオリどうしよう、兄ちゃんすげえ困ってるんだよ。知らないよ。やっぱり嘘だってバレたら何言われるかわかんないしさ。お願いだから一緒に旅行行ってくれないか。一生のお願い。なあ頼むよミオリさん、俺大学での立場なくなっちゃうよ。でも外に出るのは。大丈夫、玄関出たらあとは俺が運転するから。そんで誰とも会わない。本当に誰とも会わない。会わない。兄ちゃん嘘ついたことあるか。今友達に嘘ついたって。やっぱやめ。やだやだやだ、俺を見捨てるのかよ。兄ちゃん泣いちゃうぞ。声が大きい。わかった、行くから。言ったな、ありがとうミオリ。もう離れてよ。そして俺のプライドを犠牲にしてミオリは旅行に行ってくれることになった。温泉気持ちよかった。ミオリも入って。ミオリ寝てるのか。普段引きこもってたのに急に温泉なんて疲れるよな。来てくれてありがとな。ミオリともっと話したかったけど仕方ない、俺も寝るか。もう朝か。ミオリは何して。え、おはよう。ミオリ、なんでミオリが俺の布団に。ミオリおはよう。じゃあ兄ちゃんは起き。行かないで。ミオリ、ギュッてして。寝ぼけてるのか。そうだよな、昨日は俺が強引に連れてきて疲れてるもんな。寝ぼけてなんかないよ、私1時間前から起きてたもん。ああ、俺が彼女のふりしてほしいとか言ったから頑張ってくれたんだな、ありがとう。でも大丈夫だから。友達に見え張ったって言ってたの、あれ嘘でしょ。私を連れ出したくてあんな風に言ってくれたんだよね。バレてたのか。ごめんな嘘ついて。でもそれならどうして来てくれたんだ。だってそこまでしてくれたのに行かないわけにいかないじゃん。それにもし本当だったらお兄ちゃんが友達に嫌われて私みたいになったら嫌だったから。ミオリ、ありがとう。本当に優しい子だな。俺ミオリみたいな妹がいて幸せだよ。嫌だ。私は嫌だよ。本当は兄弟なんかなりたくなかった。だって私お兄ちゃんのことが好きなんだもん。ミオリ、俺は。いいよ、返事はいらない。だけどこの旅行が終わるまでお兄ちゃんの、カズマくんの彼女になっちゃダメかな。そしたら私明日からちゃんと学校に行くから、お願い。そんなことを言われたら断れるわけもなく。わかった、ありがとうカズマくん。じゃあ早速一緒にお風呂入ろう。え、一緒に。この部屋に温泉ついてるじゃん、だからね。いいでしょ。平常心平常心、相手は妹だぞ。カズマくん、恥ずかしいからあんまり見ないで。ごめん、一緒に入ろうって言ったり見ないでって言ったり、
女心難しいな。狭いね。うん、そういえば俺が中学生くらいの時、ミオリとちょっと微妙になった時期があったんだよな。脱衣所のドアを開けたら、お風呂に入ろうとしていたミオリと目が合ってしまって。ちょっと開けないでよ。ごめん、入ってないと思ってて。あれからちょっとミオリを意識してしまうようになって、もちろん妹だからとその気持ちは隠していたけど、まさかミオリと一緒にお風呂に入ることになるなんてな。大丈夫か？のぼせてないか？大丈夫。ねえカズマくん、どうした？私を連れてきてくれてありがとう。当たり前だろ、俺はお前の鬼彼氏なんだから。うん、それじゃあ忘れ物ないか？大丈夫。帰るか。うん、いろいろあったけど、ミオリが学校に行くって言ってくれてよかったな。ミオリ、コンビニ着いたぞ。寝てるのか？お兄ちゃん大好き。そんなの俺だって本当はミオリのこと好きだよ。え？え？お兄ちゃん、今のって。嘘だろ、起きてたのか？俺トイレ行ってくるわ。ミオリもなんか買いたいものあったら買っていいぞ、俺がおごってやるから。ちょっと逃げない。ミオリ、どうした？早く帰ってお兄ちゃん。わかった。家に到着する前に俺とミオリは兄弟に戻ってしまった。そしてその日からミオリはまた自分の部屋に引きこもるようになってしまった。ミオリ入るぞ。ごめんね、学校に行くって言われたから。お兄ちゃん、あんな無茶なお願い聞いてくれたのにね。あの時のことなかったことにしてくれないかな。ミオリ、勝手でごめんね。お兄ちゃん、ミオリは俺のことを諦めて兄弟に戻ろうとしていた。だけど俺はどうしても納得できなくて。そんなある日のこと、大学終わった、疲れたな。ん？うちに何か？あの、これ。あ、ちょっと、ラブレター？そんなわけないし。ん？これは。ミオリ、ちょっといいか？あの、これ、旅行に行った時、会った子がいただろ？あの子からミオリにって。じゃあ俺は。待って。え？見たいけど、怖いから。一緒にいて。わかった。お兄ちゃん？こうしてれば怖くないか？うん。そしてミオリは手紙を開いた。よかったな。って、俺、詳しい事情わからないけど。あのね、私、真央ちゃんに、お兄ちゃんが好きって相談したの。そしたら、クラス中に広まってて、兄を好きになるなんて気持ち悪いって。そうだったのか。でもありがとね、お兄ちゃん。お兄ちゃんは私の気持ち否定しなかったよね。私に気を使ってくれただけだって分かってるけど嬉しかったよ。あの時好きって言われて驚いたけど、あれも家族としてって意味だよね。ミオリ、ごめん。うん、大丈夫だよ。私のことは気にしないで。そうじゃなくて、俺そんな優しいお兄ちゃんじゃないんだ。え？だって俺本当はずっとミオリのこと好きだったから。家族としてじゃなくて女の子として。だからがっかりさせて悪いけど、
わっ、がっかりなんてするわけないよ。嬉しい、大好きだよ、カズマくん。ミオリ、俺も大好きだよ。それからミオリは無事に学校に通えるようになった。そもそも兄を好きになるなんて気持ち悪いと言われたのは、俺たちが義理じゃなくて本当の兄弟だと勘違いされていたかららしく、ミオリは学校に行ってから謝られたようだった。そして俺たちは、ミオリが高校を卒業した時、思い切って両親に俺たちの関係を打ち明けた。反対されるかと思っていたが、とっくに気づいていたと言われて拍子抜けしたのだった。はぁ、やっと着いた。疲れたね。疲れたって、お前は俺の運転する車に乗ってただけだろ。もちろん感謝してるよ。ありがとね、カズマくん。しかし、よかったのか？せっかくの新婚旅行がここなんて。海外とかでもよかったんだぞ。ここがよかったの。だってここは私たちにとって大切な場所だから。カズマくんは嫌だった？うん、俺も久しぶりにここに来られてよかったよ。よかった。ねえカズマくん、いい天気だし外に行ってみない？そうだな、景色も綺麗みたいだしな。うん。ねえカズマくん、大好きだよ。これからもずっと一緒にいようね。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。